はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、真の勇者大使っていこう。で、これが超転生進化、このベースの大から勇者大、竜の騎士大で、真の勇者大で、超転生進化、結構進化させるの大変だったわ。で、バインド耐性スキブ4つ、封印耐性10強、悪魔キラーで、ボイス先行のより、いや、なんか大の大冒険全然見たことないんですけど、あれですよ、声優さんが確か種崎さんっていうアーニャとかの声優さんですよね。なんか全然声違う、かっこいいな。で、聴覚性がスキルプラス動向貫通10強、まあ、10強つければ4つ持ちにできて強いなと思ってます。で、3ターンで打てる自分の攻撃3倍でルーレット5生成。ちょっとこれごめん、継承返ってきていい？ OK、 継承をですね、ラクシーヌ、リーダースケット7倍にしてきました。で、今回組んだパーティー、5円200ルやっていくんですけど、これですね、ジョルノ・ジョバーナプラスギーツで、サブに入れていきました、入れてみました。で、ジョルノ・ジョバーナ、雲耐性いるか分からんけど、まあ、スキブとチームシティもらえたんでいいでしょう。で、リーダーチェーン耐性振ってます。で、第10強にしてラクシーヌで、上限解放で遅延ですね。で、ジョナサンじゃなくて東方丈介、変身先はこんな感じで、毒目覚め耐性振って、で、まあ、たこ焼き、やっぱこのパーティー結構たこ焼きが重視してるんで、たこ焼き持ってきた。シャレナークの武器、携帯する他人の運命で、これですね。で、ローレンス、ローレンススキブプラス、スキブブーストプラスプラスで、まあ、溜まっても強いダメージ吸収、ダブル吸収持ってきたって、たこ焼きあるんで。で、インドラスキブプラスにして、アモカズミバインド耐性とチーム HP で、消せない回復もあったんで持ってきた。で、遅延で、ギーツ、たこ焼きとドロキョウと指、まあこれもいいね。そうで、お邪魔耐性いるかわかんない、やってこう、まあ、いるかやってこう。で、OK、 あ、びっくりしたで、あ、バナー出てこなかったからびっくりした。で、自分でオンにした、オフにしたんだ。で、これまあジョバーナを打って、あと2ターンか、これ打ってこう。ダイヤモンド打って、で、なんかカットインがあるらしいね、この大ちゃんカットインあるらしくて、それ楽しみ、結構それ楽しみ。こうして、ん、間に合うかね、間に合うっていうか、あったわ。これでちょっと削ってほしい、ちょっとだけ、ちょっとだけ削って、めっちゃ削るやん、めっちゃ削るやん。しかもなんか、固定なかったわ。で、耐久していいですね。で、ちょっと倒していこう、このまま倒していこう。こうしていいね、こうしてこうして、はいはい、 OK、 これで、んー、まあ適当でいいでしょうか。まあ適当でいいよね、本当にこんなもんでいいよね。ちょっと回復飛ばすか、若干回復残しました。で、ちょっと削って倒せますと、いいね。10コンボ依存のパーティーだから、結構10コンボ出さないといけない。んで、ここも長いなここもなんかすげえ長いな、この行動長いね、行動力あるね、これで。これデバフっちゃったか、んー、これもあるね、これあるんで。で、まあめっちゃあれがある、木、めっちゃ木あるんで出してこ、間に合え、 LG、 いやー間に合わんかったちょっと間に合わんかった。あ、でもコンボ加算入った、いいね。で、倒せるか、強っ。本当にさ、ジョルノ・ジョバーナ・ギーツ、ジョバーナ・ギーツさ、本当にあれですね、5円の100ル適正高いね、めちゃくちゃ高いと思ってる。で、属性吸収来ました、属性吸収、ルーレットもあるな。んー、まあ、ここ一旦耐久でいいかな、一旦耐久できるかな。こうして、4ゲシ師匠、今の時代はもう4ゲシだ。で、これで、んー、まあ光とかもらっとくか、あれヘタッピー、ヘタすぎるピーってなんかあったっけ。で、耐久して、 OK、 100万あるんだ HP、 やばいね。で、耐久してと、 OKOK、あ、待って、これあるんだ。ジョバーナ打って、そして、まあ、突破するか、これ。
自分の攻撃も上げて76にしてと、それでちょっともういっちゃおうかな、このまんまいっちゃおう。まあ適当でいいかな。ちょっと今回は2個で OK かな、2個 L 字で OK な気がする。 OK、 これで鍵6組んで OK で倒せました。いいね素晴らしい。でインドラを入れてる理由が、まあ、決断回復あるのと、まあ、激減ですね、激減で強いとあると思って持ってきた。で俺がなんでさこんなに活躍が悪いのか分かったんだ俺ちょっと分かりまして、解明しまして、なんか脊髄反射でもうどん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 喋ってるどん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 もう言葉をもう何も考えずに喋ってるから、あの口が追いついてないんだ口が追いついてなくて、これあー待って、まあ、こんなんでいいか、あの口が追いついてなくて、あの喋る考えてることを喋る前にあの喋ってるっていう、ちょっと何言ってるか分からない。でこれ向こう貼ってこう、これ向こう使ってこう、だからそういうことだったんだと思ってちょっと気をつけてる気をつけてる。これ3つくみたい、あどうだこれ、こうかな、 OK、 うまで7、8、9、10、11、12、13、14、15、いやめっちゃ細かさ、めっちゃ細かさいいね、いや強えシンプルにシンプルな杖で出ました。OK でこのルーレットやっぱでっけえな、ジョジョのコラボ、ジョジョコラボのキャラ本当に強い、マジで強い。多分環境がもう廃れていっても長らく使われるような気がする、俺の予感として。でいやな、でも指がないね、ちょっとだけ削るか。 OK これでたこ焼き、まあたこ焼きやっぱ強いかなと思ってる。でちょっと削ろう、結構まあまあそこそこ削るな。で雲弾く、リトルドラゴンチェンジでこれ打って、でえでもねちょっと俺まあジョナサン・ジョースターすごい今実はカミングアウトするけど初めて使う初めて使うんですけどね、結構まあ俺マルコの方がいいなと思ってるけど、どっちかわかんない、どっちも強いけど、まだ使ってないから、使ったことがないから分からんけど、どっちが強いかって思ったんですけど、まあどっちも強いなって思ってる、正直どっちも強いな。で、あーそっかこれないか、じゃ耐久しようかな、これ全然耐久できるし、きっとおそらく多分 OK、 これで回復して、まあ、マルコは回復では勝てるのも強いなと思ってるし、まあまあ、あれか、東方丈介も確か50億出せるんで、100億100億出せるんで、あれルーレットがない、これたまにたまっちゃうな、これ上のスキルもしかしたら打って、まあ東方丈介は多分、あー待って色がない待ってよ、これ打った方がいいか、いやダメだ、ちょっとごめん、これ突破したいんで打つわ。だから東方丈介はもう火力出したい、めちゃくちゃ火力出したいって時に使うのがすげえいいなと思ってる、正直そういう感じの使い方が OK と思ってる。でまあよろしいでしょうか、これでちょっとずる変なコンボ7、8、9、10 OK 倒せますね。いやいいね、このジョナサン・ジョースターじゃなくて絶対間違いない、ジョバーナは本当にいいね、性能やっぱ高いねこれ。で、あー溜まる溜まる溜まる、耐久してオッケー、でジョバーナ打って、ジョバーナっていう、なんか絶対忘れる、もう絶対なんか俺忘れる、ジョバーナっていう名前を、こういう名前を、これもらいました、赤いこれで、まあいいか。でちょっと組んでいって、いい、素晴らしい、本当にこれ強い、めっちゃ軽く出せるし、めちゃくちゃ軽く出せるし、めっちゃ強いこれ。ダイもいいね、でも悪魔キラーってどこで使うんだ、ここじゃないよねさすがに、あでも悪魔キラー刺さるわ、悪魔キラー刺さるんで、まあ OK かな。で6解除とかないか、
じゃあ L 字だけ組んでこう。 L 字はあるかな。あ、光だけか。光だけであるんだ。じゃあちょっと、まああんまりいらんかな。あ、ちょっと組んどこう。やっぱり組んどこう。これで OK で L 字組んどいて OK。 10コンボいきました。これだけでも多く出てくる。いいね。でルーレットがあるんで OK 待機して。いやー L 字やめて。やだ、嫌いです。嫌い L 字。これで L 字。次やってきたらもう俺、次やってきたら俺君の家にもう突するよ。 OK。 これで、あーこれでいいか。なんかずれてる。全然気づかなかった。やばい、盲目おじいちゃん、おじいちゃんパズラーで。非吸収、またロック。あ、でもこれあるな。え、ロックし、え、ロック解除ないやん。マジか。あー、これがあんのか。ちょっとここきついな。正直ここきついな。ちょっとこれ温存しようかな。ちょっとめっちゃ組んどいて、めっちゃ光とかもらっとこう。これでいいんじゃない。めっちゃ消して、ゾウさんの反撃し、純ゾウのゾウさんの反撃して、やれー止まった。あ、でもこれ光ドロップ目覚めだ。いいね、使ってこう使ってこう。でこれなんか知らねえけどロック解除なかったんで、ロックドロップなかったんで、ちょっとこれ組んでいこう。え、来た来た来た。でこれちょっとあえて光を闇にする、光を闇にする、で分割するっていう。どうよこれ。あー、うますぎるね。うますぎる動物の森ですね。で、すごいね、なんかめっちゃ降ってくんな。すごいね。こういうギャグ挟むじゃん。こういうギャグ挟むと何も伝わらないっていうコメントなんで、視聴者さんに何にも伝わらんっていう、このギャグがその独特すぎて、ギャグが独特すぎて、独特すぎて全く伝わらないっていうのはちょっと今の悩み。これ打って OK。 でもちょっとこれも、あ、でも L 字の方がいいか。 L 字の方が良さそうやな。ちょっとこれ、あ、まだ組めそう。ほい、いいんじゃない。倒せるでしょ、さすがに倒せる。これはさすがに倒せる。いいんじゃない。あー、いい落ち込む。やべえ、カンスト、やべえな。さすがにこんだけ実況持ってたら完走するか。でミラーイース、ミラーイース来ました。高級日本車来ました。でこれまあ L 字してこうか。どんどん L 字をする。 OKOK。 L 字して、 L 字して、 OK。 L 字して OK。 ちょっとこっちにしようかな。いやー待って、これさ OK、 これでいいや。できるだけコンボ、できるだけコンボはしておいた方がいいと思ってる。 OK。 あー、いい落ち込み入った。やば、本当に強え、マジで強え、マジで強え。で遅延はくれません。でこれもう打った、でもダメかな。ちょっと変換頑張んねえか。台を打ってもいいんだけど、ラクチーヌ打つか。迷ってる暇あるんだったらもう行動した方がいいねこれ。でまあちょっとこうして、でちょっとまあまあちょっと限界。やべえ、ミスった。大丈夫これ。デバフ解いてるし、デバフ解いてるからまあ大丈夫か。でめっちゃいくね、素晴らしいね、マジで強え。11回帯はあるっけ、帯あるっけ、ないか、帯ないのか。ここは多分耐久できるっしょ。これも打ってるし、あんま打つ意味ないけど。で4消ししてこう。大ちゃんのカットインが見たい、第3のカットインが見たい。ちょっと温存して、これでいいや。どんなんだろう、どんなんだろうっつっても、まあ、大体予想つくっていうか、同じあれですよね、ジョジョとかと同じ感じか。でこれ打って、そこ帯に行くんだ、 OK。 でまあちょっとこれ耐久しようかな。こんな感じでめっちゃ回復すんな、すごいな。 OK、 耐久しました。うん、でケイオスオーラ、ケイオスオーラ、うわー、そういうことしてくんのか、ちょっといやらしいね。これで
うん、これでいいや。で光とかも、まあ水に火にしとこう。で光もとこう。オッケー。4ゲージ含ませた。オッケー。で、ちょっとどっかで台使えて倒せる。あ、結構削りが好き。これはちょっと戦略的な帯外して。で 80% 軽減ね。でそれ来るけど、まあちょっと撃ってみるか。これ、おっ、すげえ、待って、鳥肌立った。待って、本当に今若干鳥肌立った。え、予想だにしてない、予想と全く違う感じのカットインだったから、すげえ鳥肌が立った。待って、びっくりしたかっこいい、今のかっこいい。待って、すげえ、超かっこいいじゃん。17コンボで倒せるか、やばいないけて、 OK、 倒しました。で12回、パフューム来ました。ノッチ歌集が来ました。属性吸収あるけど、ちょっと未だにこのまだ言ってる、未だにここの突破方法がわからんで、ずっと言ってる、もう2万回ぐらい言ってる。もうこうして、いや、ちょっとまあ若干この耐久しようかな。あ、てかあれですね、これ突破したらダメなんだよね、確か。わかるよ。ちょっともうこれでいいんだな、これで。でここで突破だ、ここで突破や。で、あと5ターンで溜まっちゃう、やばい。ちょっと大ちゃんとか、これかっこよくない？めちゃくちゃかっこよくない？すごいね凝ってるね、ガンホーさん、すごい、そういうところ大好き俺。で、こうして、あー、もうちょっとまあこれでいいや。でここで怒るっしょ、このコシュマルロビアか、ロミアのぬいぐるみが怒るでしょ、倒して、OK、怒るでしょう。あ、いいね、いい感じ。ルーレットが終わった、待って、遅延食らったんか。まあしゃあねえ、これは。うわ、相談困難くんの、相談くんの、マジか。あ、でもこの色じゃいけるんじゃない、この色だと。まあさすがにこの台がいるし、火力お化け台がいるんで、こうして、よし、オッケー、落とした、ギリ落とした。で、まあ、倒せるよね、さすがに倒せるわ、これは。いや、いけますよね、すげえんだけど台が本当に軽く出してる、素晴らしい。で紙結びと、卵焼きか。まあジョバーナ打ってこう。いや、ジョバーナマジで百式適正高え百式適正高え、マジで強え。すごいな、この脳の快楽物質がすごい出てる、ドーパミンがすごい出てる。これで OK、 今8 9 10 11 12 13 14 OK、 今倒せるでしょうか。いやー、本当に大チャンス、すごいでこのジョホスケもめっちゃ出してるんだ、火力で。ちょっとさ、これもうルーレットかな、もう作っていこうかな、作っていこうか。これで OKOK、 これでずらして、これでまあ光を取っとこうかな、これで。で倒せるでしょう、さすがに倒せるでしょう。待って、先生とかあるっけ。あー、危ねえ、割合回復助かったじゃあ先生あった気がする、これ先生あったなあったっけ、あるね、危ないねでちょっと待って、インドラ打っていい、やばいなこれた耐えれるよね、この百式百百連光。あ、これ回復作るじゃん、まあかっこいい。あ、え、ちょっと待ってあ、ルーレットも生成するんか。で回復作んなかった、やばい、ちょっとこれ打つしかねえ。あー、もうあんまなくてよかった、まあいっか、これちょっと回復出すか回復出して、はいはい、工場やん回復出す工場やん、これで OK。
闇にすっか、だ突破すっか。まあまあいいでしょうまあいいでしょう。ちょっとヒヤッとしたけど、で使ってねえ、これ使ってねえんだけど。あーでもこんだけ回復するんだったらもう使わんでよかったな。インドラしまったやっちゃった。ヘペロでこれ打って、で向こうのこれも打っちゃおうかな。あーいっぱい色、すごいいっぱい色あるな。難しい、分割がすげえむずい。あーそんなだった。火にして、オッケー、これで間に合って、ギリ間に合った。で倒せるかな。3分割したらさすがに倒せるはず。で100連光って何万だっけ、ちょ今調べてはいいかな、めんどくせえ、調べないで、調べんでいいや倒して、でこの半分時の100連光の半分時の発狂が分かんねえ、なんもダメージだっけ。やべえ待って、使ってね、使ったっちゃったこれまあ突破するか、突破していこう、突破していこう。これでちょっと L 字しようかな、楽しい楽しい。でこれで、あまあジョバーナ、うん、まあダイが出してくるんで、ダイちゃんが火力出してくるんでですよね強マジでダイ強え、本当に強え、光パン最強サブやなこれ。でこれも回帰消せるっしょ、ルーレットも回帰消せる。まあちょっと消化しようかな、ちょっとだけ消化しよう。3ターン、え溜まっちゃったこれ打って、これは打った方がいいね。で耐久してと、で2で行こうかな、ちょっとこれここら辺で行こう、かっこいい。まあちょっとこれ打たなくていいかな、まだこれがあるしね、ルーレットがあるし、これもらいます、ちょっとこれもらいます。あー今回復組みたかった1コンボ、まあ、これで倒せるっしょ、結構いい塩梅、いいバランス、いいバランス。やばー、あれ肩待って、硬い待って、嘘だちょっと待って、これはエンハンス使おうかな、属性吸収ないよね、これ打つか、エンハンス使おう。紙タイプはあ、なんか紙タイプ増えなってる、危ねえ。これちょっと待って、もうこれが限界なところはあるな正直。うん、これでいいでしょ、倒して倒してくれ、お願いだから倒して。ナメプしちゃったんだ俺、なんでか知んないけどナメプしちゃった、倒したもんね、よろしい。でやべ、白熱してる、めちゃくちゃ白熱してるでこれ確か向こう張るんですよね、毒は弾く、お邪魔も弾く、素晴らしい。でそれするんですよ、でこれ打って、まあ打っちゃうか、このまんま行っちゃおうかな、三分割、鬼の三分割して、ちょっとこういう感じでちょっと組んでって、いや間に合わねえ待って間に合わねえ、まあ、倒せないとまではいかないけど、倒すまではいかないけど、そんな感じだね。 OK、 いい素晴らしいね、火力が本当に申し分ない耐久して、もう回復とかももらって、これ回復とかも出していこう、でこんなんでいきしょ、こんなんでもう耐久できるね正直、めっちゃ回復するんで本当にめっちゃ回復するんで。待って、毒あったよ今気づいたんだけど今気づいたんだけどさ、毒耐性あった、ここにプラスいらねえインドラいらなくはないけど、いやこれちょっとさ、これ打っていい、大ちゃんのこれ打っていい、ちょっとこれたまるまで、まあちょっと、まあ若干削ってほしいね、若干、あーちょっとまあ今水になってるかった、まあ若干無理だこれは無理だ。でまあインドラ溜まったら溜まったらいいか、それはそれでいいか、あと一旦だったか、闇のタイミングで行きたかったんだけど、しゃねえ。これで
適当コンポでいいでしょうか。適当適当健一 OK これで、で7、8、9、10で10の5個1個、あ全然全然でした。でこれ怖いな、まあ、どうせ耐久できるんだったらちょっとこれ保険かけてもうちょっとこれインドラためよう。逃げる日和日和りました。猿ガキ日和りました。で耐久して、うん、であと行ったんでしょ。いいね。で4消しします。ちょっとコンボ加算って意味で、コンボ加算って意味で上昇値、あでも高いな回復力、めちゃくちゃ高いじゃん。でインドラ貼りましょう。いいね、素晴らしい。でこれザーダイブ打っていくわ。ダイブ打って、ちょっとここのタイミングで打つのいいねこのタイミングで打つのいいわ。ジョバーナが溜まる、次溜まるタイミングで打つのがすげえいい、いい感じで、これあオッケー、斜め入った、斜めが入りました。でインドラ張ってない、待ってインドラ張ってない、何してんねんやべえじゃん俺は。皆さん勝ちましたなんだこの勝ち方なんだこの勝ち方、どういうこと。これ待って、しまった、こっちから打ったか、どういう勝ち方これこれ打ってあでも待って、みんな向こう張ってるこれ、しゴンゴンなっちゃうこれ、ちょっとこんだけにしていい。向こう張ってる、待って、これさすがに削れるでしょ、さすがに削れるでしょ。 OK やったぜやった、いやよよ危ねえ。でやっぱこの百式報酬うまいね、やっぱり6体と2体いいですねで使ってみました。一応大ちゃんもうとにかく火力をめっちゃ出してくれた、相当助かった、めちゃくちゃ助かりました。火力面において相当優秀、助かりました。でまあ本当にダイは優秀、全キャラ優秀、全形態優秀、まあ、武器は分かんないけど、いや武器は結構これもいいね、3ターンダブル吸収で、まあ、ダイちゃんすげえ強くなってるんで、ぜひとも使ってみてはいかがでしょうかっていう、まあ23日あさってからコラボ始まるんで、まあ、持ってない方はぜひともこの動画見て強えなと思ったら、まあゲットしてみたらいかがでしょうか。よし、もしよければチャンネル登録、高評価お願いします。じゃあね。